ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、ブリジット・ジョーンズの日記。監督は、シャロン・マグワイア。2001年の作品です。ロンドンの出版社に勤めるブリジット・ジョーンズは、32歳で一人暮らし。このままではいずれ訪れるであろう孤独な生涯を回避するため、体重を減らし、酒とタバコを控え、現実と向き合うよう日記をつけ始めますが、そんな矢先、イケメンの上司、ダニエルが彼女を誘い始め、果たして、というお話です。出演は、レネー・ゼルウィガー、ヒュー・グラント、コリン・ファースほか。主役を演じるため、9キロ以上体重を増やし、イギリス英語をマスターしたゼルウィガーの最大の当たり役。当作は、世の独身女性の支持を集め、大ヒットし、続編も制作されました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。